文学史、赤沼金三郎君の像、赤沼金三郎から1900年11月5日は、明治時代の教育者、軍人、倫理学者。字は四郎、号は、天心教師、枕劇学人。死去時の地位は、第一高等学校講師、陸軍不評注意、17位、軍六等、文学史。品のクスは藩に生まれ、 地元長野県諏訪郡で小学校教師を務めた後、上京して第一高等中学校で語学、哲学を学び、寄宿寮で学生自治を主導した。日清戦争に参戦した後、東京帝国大学を卒業し、比較倫理学研究に着手したが、志の川で死去した。1865年、品濃国諏訪郡高島城下において、諏訪藩士。 赤沼豊亭と母の山田氏との間に生まれた。赤沼氏は代々諏訪藩に仕え、祖祖父、豊中、祖父豊律と学問に通じたが、父、豊亭中はじめは、幼少のうちに両親を失い困窮し、田畑や家財を売り払ったが、代々伝わる蔵書は家に残され、読書の必要性を教えられた。1880年頃、高島小学校で、上助のり、 後に授業生として、男女の生徒を教えた。この頃、チャールズのセンドデビッド・パーキンス・ページ等の教育書に影響を受け、教育の道に進むことを決意した。長野県市範学校を志望したが、二次試験に落第した。1881年、諏訪郡神戸小学校に転職し、塩原総だけに官学を学んだ。自由等の影響で、政治学に興味を持ち、 1882年、東京専門学校創立にあたって上京し、指定となることを懇願したが、断られて帰郷した。1883年、東京大学古典科で、完備生補欠募集があったため、再び上京し、官所部に合格した。在学中、私塾でドイツ語を学んだが、上達せず悶々としていたところ、1884年9月、 司法省生息法学校の募集があったため、フランス語を学ぶため転学を決意し、官費制主席として合格した。1885年9月、生息学校は大学に合併され、その後再編により、大学予備門、第一高等中学校生徒となった。1886年3月、官費が廃止され、貫学、本郷区編の下宿屋に移った。 1888年7月、余下を卒業して放課に進み、1889年7月、門下に転じた。1890年3月、再び寄宿舎に入り、学生自治を主導、探偵部を演歌、花は桜木人は武士を作詞し、1891年5月には諏訪地方出身者を対象とした学生寮、朝前館を建設した。 1891年7月、高等中学校を卒業し、9月文科、大学哲学科に進んだ。1891年12月、この医師団に志願し、1892年11月、二等軍曹となり、一旦大学に戻った後、1893年8月見習い師官を経て、12月に、予備陸軍不評将尉となり、小八くらいに上された。 1894年に日清戦争が勃発した時は、高崎市不評第15連隊にあり、10月寺名を、出港、旅順口の戦いに合流し、近州、除夜山占領に参加し、外兵太平山、西七里交章、栄光、多章台等に転戦した。終戦後は、両島に泊まり、民政庁で教育事務に携わることを希望し、 1895年5月、精神大総督府より、陸軍風評注意に命じられたが、三国干渉により、返還が決まり、帰国して大学に復帰した。1895年10月、選考により、訓読等単行局実賞を受賞し、1896年3月、17位に除された。1897年7月、漢文学科を卒業し、 東京大学社官、山口高等中学校教授等の誘いを断って、大学院に進み、将来日本の特育を探求するため、東西倫理学の比較研究に着手した。在学中、第一高等学校、千葉県尋常中学校、日本赤十字社千葉県支部看護婦養成所等で、倫理、修身を教え、また1897年9月には、 経過中学校創設に当たり倫理科を担当した。また、文部省において、1899年10月、第13回文部省市範学校、中学校高等女学校教員検定試験、委員、1900年12月、第1高等学校生徒取締基礎委員、1901年2月、教科細木及び、授業法取調べ委員を歴任した。 1900年春頃から肺を患い、1901年7月、平塚町安塚も同院に入院し、そのまま回復せず、11月5日に死去した。本駒米吉祥寺で葬式があり、諏訪大学寺に寄贈された。法名は、天津院連枕劇州無清子寺。死後、高橋作営によって遺構が整理され、1902年11月、天津移教。 返信以降、哲学論争が出版された。弟徳郎は、理学士。また、妻三輪氏との間に一難明を設けた。ありがとうございます。